どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいんですけども、まずね、こちら、宅配弁当のですね、ナッシュっていうのはね、あるんですけども、こちらね、アンバサダープログラムをね、開始しまして、なんとですね、11月30日まで、通常報酬3000ところはね、1名紹介するたびに、1万円プレゼントキャンペーンっていうのがやってるんですよね。 こちらね、簡単に言うとですね、一緒にね、住んでない。 ご家族の方をね、紹介していただければですね、1万円もらえてしまうっていうふうになりますし、またね、このナッシュアンバサダーになるのもですね、特にね、こちら契約してなかったりね、しなくても利用することがね、このアンバサダーになれるっていうふうになりますんで、ご家族で利用されてない方いらっしゃいましたらですね、こちらアンバサダープログラムね、登録していただいて、紹介コードをですね、家族の方に紹介していただいて、利用していただければですね、1万円もらえてしまうっていうふうになりますんで、 こちらね、送料はね、ちょっと住んでるところによってね、変わったりするんですけども、安かったらね、4000ちょっとぐらいでね、こちら、あの、お弁当で頼めるっていう風になりますんで、これね、6000ぐらいね、黒字になるんじゃないかな、なんていう風に思いますので、もしね、こちら、利用されたい方はですね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。アンバサダープログラムにですね、会員登録してなくてない方もですね、こちら利用することができるっていう風になるのはね、 非常にいいですよね。まあ、こういうのはね、普通、あの、会員登録してね、あの、利用してる方じゃないとですね、紹介できないっていうね、プログラムが基本多いんですけども、これはね、今現時点、あの、控えの方でもですね、登録さえすれば、え紹介したらね、1万円もらえるっていうふうになりますんで、まあ、ご実家が近い方であればですね、ご実家の方ね、紹介していただければですね、まあ、1万円で、ね、もらえてしまうっていうふうになりますんで、 こちらね、ぜひ利用していただければななんていうふうに思います。まあ私もね、こちら普通に利用したことあるんですけども、私は中のキャンペーンでね、2000円とか1000円とかでね、この高い弁当のこのナッシュ利用したことあるんですけども、非常に美味しかったですし、 ヘルシーでね、あの、健康的なね、食事を、えー、た、あの、利用させていただけるっていう風になりますんで、まあ、私は、私からするとですね、普通にね、これや、昔やっていてくれればな、っていうね、キャンペーンなんですけども、まあ、ぜひね、こちら気になる方はね、利用してみていただければな、なんていう風に思います。概要欄にね、一応紹介コードをね、載せておきますんで、ぜひね、利用されたい方は、えー、こちらね、利用していただければな、なんていう風に思います。で、先ほど言った通りですね、こちらね、 ユーザーの方とアンバサダーの方がね、あの、同一の住所だと、こっちはダメっていう風になりますんで、旦那さんが入って奥さんを紹介するみたいな、まあそういったね、利用方法はね、利用することができませんので、この点はね、注意してください。それでは次にハフなんですけども、こちらね、先週ね、こちらのキャンペーンを紹介させていただいたんですよね。こちら10月31日までね、やっているキャンペーンで、 1>, 1ヶ月目4900円、2ヶ月目4900円で割引なるキャンペーンということで、まあ9800円のね、このスタンダードプランがですね、4900円で2ヶ月ね、利用することができて、1ヶ月だけのね、利用も OK っていったはになりますんで、このキャンペーンね、非常におすすめなんですよね。 ですので、このキャンペーンありますんでね、今ね、このハフね、気になった方、利用されるのね、非常にお勧めさせていただいてるわけなんですけども、またね、冬旅、早割りでですね10、10%オフっていうのも今やっているんですよね。で、こちらもね、10月の31日まで、まあ本来ですね、このレギュラー会員はね、あの割引っていうのはないんですけども、このキャンペーン期間中だけね10、10%オフで、まあコイン数ね、安く利用することができるということで、こっちらお勧めなんですよね。で、 先週までね、やってなかったんですけども、なんとですね、紹介キャンペーンね、強化されたっていう風になりますんで、ハフね、気になってた方はですね、このタイミングで、えー、入会していただくと、えー、入会、あの、紹介で入会するとね、こちら200コインがもらえて、またね、普通に、えー、スタンダードプランね、 入っていただくと300コインがねもらえるっていうふうになりますのでこちらね300コインのね一覧がこういった形でね載っているわけなんですけどもこういったね250コインのねホテルであれば、まあ、今回ね合計500コインもらえるっていうふうになりますんで2泊ねすることも、まあ、できるって言いう形になるんですよねですので今のタイミングでねハフ入会していただくっていうのはね非常におすすめっていうふうになりますんで気になってた方はですね紹介コードね概要欄に載せておきますんでぜひね利用していただければななんていうふうに 思います。 それでは次にですね、シンガポール航空、なんとね、また減額マイルキャンペーンがね、開催されるって言ったらになります。シンガポール航空ネットワークで世界中に選択された目的地に30%オフでセイバー特典航空券引き換えいただけますということで、予約期間はですね、10月の31日まで、旅行期間は11月の1日から11月の30日までっていうふうになるわけなんですけども、シンガポール航空のマイルで,ですね、利用していただくと30%オフでね、利用 することがで、きるって言ってたになりますでこちらね、ビジネスクラスでエコノミーのね、必要マイル数なんですけども、シンガポールからクアラルンプールとかね、6000マイルで利用することができたり、えその帰りもね、6000マイルで利用することができたりとですね、このね、減額マイルキャンペーン、本当にめちゃくちゃお得っていう風になりますんで、今からね、あの、ポイント交換しちゃうと、アメックスのリワードポイントだったらね、まあ、ギリギリ間に合うかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、それもリスキーなので、まあ、今から利用する 方っていうのはねシンガポール航空のねマイル持ってる方になるかななんていうふうに思うんですけれどもこちらねかなりね必要マイル数ね低く利用することができるっていう風になりますんでぜひこちらね覚えておいていただきたいななんていうふうに思いますどうだったっけねヨーロッパとかねすごい安かったんですよねシンガポールからフランクフルトが3万マイルとかねあとねアメリカからそうニューヨークからフランクフルト1万7500マイルですからねこれすごい安いですよね ですけども、逆路線はなかったりするんですよね。で、あとね、一応日本路線もね、対象になっておりまして、日本だとこちらですね、成田からロサンゼルス、残念ながら、ね、エコノミークラスはないんですけども、成田からロサンゼルス5万1000、 5万1100マイルプレミアムエコノミーになるわけなんですけども、こちらで、ね、えー、往復ともね、出てるっていうふうになりますんで、こちらもね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、できればね、エコノミークラスがね、あったらね、もっとよかったかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、こういった形になっておりますんでね、気になる方はぜひね、チェックしてください。このね、シンガポール航空のね、特典航空券ね、ネイサーチャージか,かかりませんのでね、非常にね、おすすめっていたじになります。で、次ですね、またね、ラブ SQ 旅ということで、次 次はねツーリストエクスポジャパン割がね、えー、開始になるということでクリスプライヤー会員は最大35%オフで、えー、10月31日まで、えー、予約、ね、することができるって言った感ちになりますこちらねプロモーションコードをですねこちら入れていただいて予約していただくとですね 10月の26日から10月の31日までの6日間ですね。クリスファイヤー限定でお得にね、最大35%オフで利用することができるっていった味になります。先ほどのプロモーションコードをね、入れていただければですね、利用することができて旅行期間が2024年の1月の15日から2024年7月の12日ということで非常に長期間ね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、覚えておいてください。で 旅行種別はね、往復のみ、またね、成田、羽田、中部、関西、福岡のみっていう風になっておりまして、目的地もですね、こちらね、 決まっているっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。こちらね、非常にいいですし、またね、ネイサーチャージ込みでね、出てくるっていう風になりますんで、非常にね、おすすめです。で、往復のね、運賃とかも出ておりまして、シンガポールであれば、えー、52,870円。ロサンゼルスだったら84,640円。これ全部ね、往復の価格で、ネイサーチャージも込みの価格っていう風になっておりますんでね、こちらぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に、 思います。それでは次にですね、ニューヨークの北のホテルって皆さん知っておりますかね日本のニューヨークのホテルということで、この北のホテルって非常に有名なんですけども、このホテルがですね、なんと12月の1日からリブランドしましてですね、プリンスホテルグループにね、入るって言った形になるんですよね。いや、これ聞いてね、非常にびっくりしたわけなんですけども、 今までですね、北のニューヨークっていうね、日系ブランドで有名だったね、このホテルなんですけども、12月1日よりザ・プリンス北のニューヨークとしてリブランドいたしますということで、いやね、これはすごいですよね。 結構ね、有名なユーチューバーの方もね、えー、数々ね、この泊まられてきた、この北のホテルなんですけども、なんとですね、プリンスホテルに加盟するということで、アメックスのね、プラチナで、今ね、ホテル、えー、プログラムで、プリンスホテルのね、プラチナステータス、アメックスプラチナ持ってるだけでね、利用することができますので、このホテルでもですね、朝食特典ね、今後利用することができると思いますので、アメックスプラチナ持ってる方はですね、非常に朗報だと、まあ、個人的にはね、<laughs> 思っております。 場所もね、グランドセントラルの近くということで、非常にね、利用しやすいと思いますんでね、ぜひこちら覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、結構前にですね、こちらね、紹介させていただいたんですけども、なんとね、UC プラチナカード、今ね、初年度年会費無料キャンペーンがね、えー、このページから申し込むと、無料でね、利用することが1年間ね、できるんですよね。で、また、 指輪型決済端末、エブリングね、こちらもらえるっていう風になるんですよね。まあ、少量はね、あの、こちら負担しなきゃいけないんですけども、 こちらね、UC プラチナカード、初年度年会費無料でね、利用することができて、さらにね、スマートリング、エブリングももらえる、またね、2ヶ月ね、11%還元でね、利用することができる、この3つの特典がね、ついた第2弾ね、まあ、1回ね、8月かなんかで終わったと思うんですけども、こちらね、第2弾ということで、好評だったみたいですね。はい。ですんでね、こちら、エブリング欲しい方、またね、このプラチナカード、UC プラチナカードね、こちらね、ちょっと前にですね、 プライオリティパスがね、付帯するようになったんですよね。年間6回までだったと思いますけども、無料で利用することができるプライオリティパスがね、付帯するっていう風になりますんで、 プライオリティパスね、初年度年会費無料で利用されたいっていう方も、こちらね、非常におすすめです。年間6回までにはなりますけどね、無料でプライオリティパス利用することができて、初年度年会費無料ですんでね、送料負担していただければエブリングをもらえて、またね、11%還元ね、2ヶ月間はね、利用することができるっていうふうになりますんで、プライオリティパスまたはですね、エブリング欲しい方は、ぜひこちらね、この期間に申し込んでいただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、これね、JAL のプレスリリースなんですけども、ANA もね、同日に出されておりました。地域サービスアレアンス協議会 EIS アライアンスを設立ということで、こちらね、日本国内のですね、アマクセアライン、オリエンタルエラブリッジ、日本エアーコミュニテ全日空、日本航空ということで、こちらでですね、この EAS アライアンスっていうのですね、2023年の10月の25日にですね、こちらね、設立されたっていうことが発表されました。まあ こちらね、あの、地方のね、コードシェアをですね、今ね、やっているわけなんですけども、まあ、こちらをですね、今後ね、さらに強化してって、航空機の備品共有化であったりですね、機材変更に伴う、新税増機導入の支援などですね、こういうのを、まあ、協議しながらですね、やっていくということで、新しいアライアンスがね、国内で誕生したっていうふうになりますんでね。 こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。こちらのクレジットカードとか出ないですかね。はい。まあ、それはないかもしれないんですけども、一応ね、こういった話がですね、発表されましたので、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、DJI Osmo Pocket 3う発表されましたよね。結構反響があったんでね、 話したいな、なんていうふうに思うんですけども、私もね、ちょっと購入させていただいたんですよね。ずっとね、もう小型のね、カメラにちょっと切り替えていこう。街ブラのね、時にはね、そうしていきたいな、なんていうふうに思っておりまして、DJI Pocket 3ね、ずっと待ってたんですけども、とうとうね、発表されて購入してきました。で、ざっくりね、12000円ぐらいね、安く購入することが、 できたんですよね。これ本体だけだとですね、7万4000円ぐらいして、クリエイターズコンボだとね、10万円ぐらいするんですけれども、このね、今、八王子市内のですね、ソートペイキャンペーンっていうのが、八王子市内ね、独自でやっているんですよね。で、また、レボリュート10%還元キャンペーンっていうのもやっているんですよね。まあ、こちらはですね、レボリュートも既存で持ってる方しかね、利用することができないと思うんですけれども、このソートペイのキャンペーンですね、今からでもですね、 アプリダウンロードしていただいて、クレジットカードから3万円チャージしていただければ、3万9000円分ね、使えるっていう風になりますんで、9000円お得にね、この DJI オズモポケット3ね、購入することができるっていう風になりますんで、もしね、DJI ポケット3欲しいよっていう方で、東京都内ね、近郊に住んでる方で、 八王子市内までね、行ける方はですね、ぜひこちら利用してみていただければな、なんていうふうに思います。私はね、八王子駅のビッグカメラ、まあ、あの、直結でね。 あるんですけども、まあ、そこでね、購入させていただいたんですけども、このソートペイに3万円チャージして、3万円9000円分払って、残りをね、レボリュートで決済させていただいて、10%還元ね、もちろん、あの、みんなの銀行ね、あの、前の動画で紹介させていただきましたけども、まあ、それで、レボリュートに振り込んで、レボリュートで決済して、まあ10、10%還元もらって、みたいな感じで、まあ、合計ね、 こちらの9000円分とこっちの3000円分でね、合計12000円分ぐらいね、安く購入することができたっていった感じになるんですよね。またね、私はビッグカメラでね、購入いたしましたので、街のビッグカメラ最大19.5倍ということで、ビッグカメラにですね、来店予約をして、物取りに行ってね、支払うとですね、SPU のね、ポイントがもらえるっていう風になるんですよね。まあ、こちら SPU はね、人によって違うわけなんですけども、まあ、こちらもね、エントリーしていただいて、 登録しといていただければですねその登録したポイントカードを出すとですね spu ねあのポイントもらえるっていう風になりますんでまあビビたるものになるかもしれないんですけどもまあ7万円から10万円ぐらいのね決済するのであればですねこちらもね取れるっていう風になりますんでこちらもねぜひ併用していただいてですねお得にね購入していただければなぁなんていう風に思いますまあ一応ね dj お相撲ポケットの話をさせていただきますけれどもまあこのビッグカメラ等々でねあの購入できるものであればですねこの オートペイのキャンペーンっていうのは3万円チャージしたら3万9000分使えるっていう風になりますので非常にお得なキャンペーンになっておりますんでねぜひね利用できそうな方は覚えておいていただきたいななんていうふうに思いますそれでは次にですね先日 ana9 のね動画出させていただきましたけども減額マイルキャンペーンの、えー、対象路線で発表されております今回ね、えー、区間でね分かれているっていう風になりまして 0から300マイルは、通常5000マイルのところは3900マイル。308から800マイル区間は通常6000マイルなんですけども、4900マイル。801マイルから1000マイル区間のところは、通常7000マイルのところが5900マイルということで、 東京羽田からね、痛み路線に関しては、通常5000マイルとか、今回3900マイルということで、まあ、ちょっとね、毎週やってるね,ね、特旅マイルキャンペーンをね、いつもね、低く設定されてくるんですけども、まあ、今回ね、そんなでもなさそうなんで、 利用される方は今週の特旅マイルね、まあ LINE 公式アカウントから一発でね、路線、あの、お見せできるようにね、しておりますので、まあそちら利用しつつ、まあこちらとね、あの、比較していただいて、まあどっちがお得になるかね、ぜひ検討していただいてですね、こちらもね、利用してみていただければな、なんていうふうに思います。まあ東京、沖縄とかね、まあ5900マイルであれば、まあ結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。それでは次ですね、こちらマリオットのね、プレスリリースなんですけども、 中国にあるね、リッツカルト全てで、リッツキッズプログラムっていうのを開始になるっていうのが発表されました。こちらね、ナイトサファリとかですね。あとね。 お散歩 <laughs> ちょっとね、こちら、まあ、リッツキッズリ、リッツキッズナイトサファリとかね、結構有名だったりするんですけれども、まあ、これですねお、お子様ね、一緒にね、このリッツカールトンの、中国のリッツカールトンにね、行っていただくと、まあ、こういうね、リッツナイトサファリであったりですね、特典はね、ホテルによって違うみたいなんですけども、まあ、チャイナドレスのね、試着であったりですね、そのね、地域、それぞれのですね、体験みたいなのが、お子様にね、利用することができるっていうね、プログラムで、 日本国内でもね、いくつかあったりするんですけども、まあこちらがですね、中国の全てのリッツカルトンで開始になるっていう風になりますんで、もしね、中国国内のリッツカルトンに行かれる方で、お子様連れでね、行かれる方は、ぜひね、こちら覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。 それでは次にですね、こちらね、積み木証券の公式サイトなんですけども、まあ、先日ね、クレカでマイルが貯まるね、証券会社まとめ動画出させていただきましたけども、で、その後にですね、セゾンカードが永久不滅ポイントのですね、ポイント付与を、まあ、即売り対策ね、まあ、してきたわけなんですけども、この積み木証券もですね、証券を売却した場合、売却金額の年間ボーナスポイント、また、頑張ってるね、ポイントの集計対象から覗かしていただきますということで、こちらね、 中継対象からの健康は2024年の4月から適用させていただく予定ですということで、このね、積み木証券も、まあ、即売り対策ね、してきたっていうふうになりますんで、まあ、多分ね、あの、いろんな証券会社ね、クレカツミタでこの前動画出させていただきましたけども、まあ、多分ね、ほとんどのところがこちらね、対策入ってくるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、私はね、この、 ポイントだけ取って即売りみたいなのをね、やったことがないので、まあ正直ね、あのツイッターとか見てるとね、結構やってる方いらっしゃったみたいで、結構びっくりだったわけなんですけども、まあでもやっぱりね、あの、ポイントだけ取れたらね、結構お得になりますんでね、まあやる方はやってるんですね。私全然やってる人いないんじゃないかな、なんていうふうに思ってたんですけども、やってる方結構いらっしゃってね、びっくりでした。はい。っていうふうになります。 それでは次にですね、ANA なんですけども、ネインサーチャージね、ANA も値上げがね、発表されました。次のね、12月の1日から、2024年1月31日に関しては、こちらね、ネインサーチャージ、こういった形になりまして、本当にね、前回の動画で言ったと思いますけれども、JAL の方でね、爆上げ発表されましたけども、ANA の方も爆上げということで、ハワイであれば、往復すると5万2千円ぐらいですかね。はい、5万3千円ぐらいか。 はい。で、北米だったらね、往復で8万2000円、ネインサーチャージかかるっていうふうになりますんで、まあ先日ね、ネインサーチャージかからないね、航空会社、まと、あ、め、えー、出させていただきましたけれども、もしね、ANA マイル、JAL マイルで発見されたい方は、そちらの動画ね、参考にしていただければですね、ネインサーチャージね、あの、かからず、えー、利用できるところはね、あるっていうふうになりますんで、そちらもね、ぜひ、チェックしていただいて、ネインサーチャージはね、できるだけ払わないようにね、利用していただければな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、無印料金週間ということで、10月の27日から10月の6日、えー、メンバー絶品10%オフっていうのがですね、えー、こちらね、開催されるって言った感じになるんですよね。で、ちょっとね、こちらのね、画面にね、戻させていただきますけども、私ね、こちらツイッターで教えていただいたんですけども、これね、えー、ポリプロピレンケーブル収納っていうね、これね、ロゴソンだっけ あの、売ってるとこありますよね。無印良品。とかでもね、こっちら売ってるんですけども、これね、非常におすすめで、こちらケーブルを、あの、束ねるね、ケースなんですよね。あの、スマートフォンとかのね。だからまあ、これは USB-CC のね、ケーブルをこうやった感じで、まあ、入れてるわけなんですけども、これね、本当にスッキリしますんで、これね、めちゃくちゃおすすめです。これ。 はい。ちょっとね、今、あの、長さがってなくて、あの、ちょっとこっちだけ出てますけども、これでぴったり、あの、ピっちりね、作ることもね、できるっていう風になりますんで、これね、190円ぐらいなんですけども、これね、めちゃくちゃおすすめです。はい。私もね、あの、ツイッターで教えてもらってね、ちょっと買ってみたんですけども、ちょっとね、あの、私はね、無地カードっていうね、ちょっと画面切り替えちゃいますけども、 このカードを持ってるんですよね。これ持ってるとね、あの、毎年ね、誕生日とか、まあ、新規発行したら1000ポイントもらえたりするんですけども、こちらね、年間、あの、ほっといてもね、1500円分のポイントがね、もらえるクレジットカードなんですよね。ですんで、まあ、これお得界隈ではね、非常におすすめのクレジットカードなんですけども、先日ね、私もこのクレジットカード発行して、まあ、こちらでもらったポイントですね、こちらね、あの、購入、ちょっとまた画面切り替えますけども、こちらね、購入させていただいて、 ちょっとね、使ってみてね、あの、1個目なんですよね、これね。で、購入して、まあ、次が良かったらですね、もっと買おうと思ってたんですけども、これね、めちゃくちゃ良かったので、まあ、この無地カードのポイントね、年間、ポイントがね、合計1500円分のポイントぐらいもらえますんで、まあ、次ポイント来たらね、これを大人買いしてこようと思ってるんですけども、まあ、これね、非常におすすめなので、ぜひね、気になる方は利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。あの、こ,こういうコードって、本当に、 あの、束ねる、束ねるのめんどくさいじゃないですか。これ入ってるとね、本当に回すだけでね、束ねられるんで、非常におすすめです。またね、これね、なんとね、ちょっとね、引き出すとね、スマホスタンドにもなるんですよ。どうですか はい。ということで、もしね、気になる方いらっしゃいましたらですね、まあ、この10%オフキャンペーンでね、購入していただくのもね、おすすめですし、このクレジットカード持ってるだけでね、ポイントもらえるっていう風になりますんで、こちらね、持っといて損じゃないかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちら発行してみるのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、こちら、日本で唯一の船舶クラウドファンドマリタイムバンクということで、 とうとうですね、船にね、クラウドファンドがね、できたということで、ぜひね、こちら投資してみていただければな、なんていうふうに思うわけなんですけども、っていうのは冗談ですね。はい。なんとですね、このマリタイムバンク、会員登録だけで1000円分のアマゾンギフト券もらいます。 ですので、こういうのにね、興味がある方はですね、投資していただくのもねあ、いいと思うんですけども、まあこちらね、会員登録だけで1000円もらえるっていう風になりますんで、ぜひね、こちら、えー、概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひね、利用してみていただければな、なんていう風に思います。まあちょっとね、1000円ぐらいだったらって思う方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、まあ私もね、結構そういう思う方だったんですけども、やはりね、 あの、細かいポイントもね、ちょっと最近撮っていかなきゃダメだなっていう風にね、改心いたしましたので、こちらもね、突撃していきたいな、なんていう風に思いますんで、気になる方はぜひね、概要欄に載せておきますんで、チェックね、していただければな、なんていう風に思います。 ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、解説させていただきました。気になる方はですね、公式サイトを全部ね、概要欄に載せておきますんで、気になるものね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。